がここ京セラドーム大阪で始まろうとしています。解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日はデーゲームなんですが、選手にはどのような影響があるものなのでしょうか。まあ今の選手はコンディションを作るのが非常にうまいので、特にデーゲームだからといって大きな影響はないと思いますけどね。そうですか。ここは当然という交代でしょうか。バファローズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のマチャド。打順は7番ウォーカー。まあ味方の反撃を信じてしのぐしかないですよね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。ファウルになります。ツーアウトながらランナーは一塁二塁、バッターボックスにはウォーカー。なんとしてもここで止めたい。マウンド上マチャド打ちました。紅林一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウト。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ホークスの攻撃、今日1打点の回、先ほどはセンターへのヒットを放っています。いや、前の打席は抑えきれませんでしたよね。はい。ここは完璧に抑えてリベンジしたいですよね。はい。さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。先ほどはファーストゴロ、9番の牧原がバッターボックス。今日は1打点を挙げています。ヒットでランナーを1塁に置いています。はい。次はボールゾーンへ外れていくような球もいいですよね。なるほど、そうですか。このボールには手を出しませんでした。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。打順はトップに帰って周東。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、前に打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあバファローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上失点をしないようにバッテリーは何か工夫したいですよね。そうですよね。ランナーは気になるタイプのピッチャーですからね。バッターとの勝負に集中してほしいですよね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。これは大きく外れています。さあ勝負してくるのか。外れはしましたけどね、かなりいいボールですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。155キロ。打ちました。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。そして打席には柳田が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。2アウトながらランナーは2塁3塁、バッターボックスには柳田。なんとしてもここで止めたい。マウンド上マチャド。アウトコース、これは見送ってボールです。インサイド、打球はレフトへ。ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウト。ゲームは7回の表です。ホークスの攻撃、先ほどは空振り三振でした。バッター山川。はい。まあここはさっきと同じ配球でいくのか変えていくのかが注目ですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズビハインドで迎える7回です。打ちました。ピッチャーゴロ、セカンド取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターの近藤、先ほどはライトへのヒットで出塁しています。先頭バッターの山川を抑えてワンアウトになっています。次が2球目、ワンボールワンストライクです。
スライダーで空振り奪っています。ワンボールツーストライクです。今度は見送りました。見逃し三振。先ほどはフォアボールで出塁しました。6番の栗原がバッターボックス。ツーアウトランナーありません。厳しいコースに投げ込んでいきます。ボールになります。次が4球目。際どいですよね。ナイスボールだと思いますよ。はい、ストレートわずかに外れて打ちました。これはどうか。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスには指名打者のウォーカー。先ほどの打席は打ちました。取った。一塁へ。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。バッターは8番キャッチャーの甲斐。バファローズ連打でランナーを増やしています。いやー、連打されてるんでね、ちょっと間を取った方がいいかもしれませんよね。はい、さあここをしのぎ切れるでしょうか。さあ点差は離されたくないこの場面。もう一球アウトローへ誘ってきましたが見極めています。154キロのストレートが出ました。ポンポンとツーアウトを取ったんですが、そこからの連続ヒットでピンチを、このピンチ見逃しで三振を奪いました。残念ながらオリックスバファローズ敗れてしまいました。川上さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのはちょっと残念でしたよね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったホークス、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。今日の解説は川上憲伸さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。